ガーナーが呼ぶ、これはいい陣でした。アウトナンバーの状態でもありましたね。前が今ヒースです。これも一回ちゃってほしいですかね。スイッチ、はい、いいですよ。はいはいはい、オッケー。西田決めた。こういうのをね、どんどん西田君やってほしいんですよね。さあ、K がここからバックダウンか。ケイがスリーポイント、まあ、来た。これが今日は4本目、ね、フィジカルコンタクトで強くなりますから、ミカノがね。シェーファーを迎え入れるあのベンチのファンの皆さん、ああ藤井が破った。こういうところはやっぱり藤井がね、ヤングが行って勝ち勝ちというところは長野ファール、長野スティール。そしてガードナーが決めました。これはなんだ、藤井決めたいね。これはまた前田通してファジーカス、ファジーカス決めた。いい形ですね。そして増田から長谷川、走り込んできた藤井です。ファジーカスで、ファジーカス決めた。パワードリブル1回ついてからの藤井から前田です。ファジーカスに入れてファジーカス決めた。それでもいいし、僕は前田からレイバックに行ってもよかったかなと思いますけど、今ね、なんとかファジーカスと藤井を休ませる。あー、テイクキスです。うわー、これですよ。これカールするように入って置き材でね、チェイスしなくちゃいけないので、ハープ遅れる。あ、ダブルチーム前田ガードナーへ、ここにも2人、そこにも2人。ただね、ボール反応がいい。おー、強い。これを見に来ています。こんな感じでね、これ入ってこられちゃう。ガードナー入ってこられちゃうので、もうないですか。あ、これ西田、西田、お、よくパスを塞ぎましたね、今ね。ガードナーも、おー、外があります。スリーポイント同点、うん、です。熊谷外から来た、スリーポイント。こういうもんですね、松本さんね。ラバンテが外に待ってますよね。はい、ここ入って、おー、ナイスパス、オークイン。あー、素晴らしい。オークイン決めた。また逆転、三河です。あー、これ狙い、あー、惜しいですね。藤井、藤井、藤井、ミスだ。あー、ミスになった。そして長野、長野6秒柏木は持っとけばいいですね、これはね。西田、はい、ファールもできない。ガードナー、おっと、あー、ガードナー、はい、止めない、止めない、そうですね。